四代目、市川猿之助は、日本の俳優、歌舞伎役者。矢号は、沢社矢。縄文は、沢社。開門は、三津猿。歌舞伎名跡市川猿之助の東大。東京都出身。本名は、木下隆彦。2012年6月、二代目、市川亀次郎を改め、四代目、市川猿之助を襲名。歌舞伎における立ち役、女方、舞踊に至るまで、 優れた理解力と表現力に富む。女型を多く務めた亀次郎時代を経て円之助を襲名。2007年に NHK 大河ドラマ風林火山で武田春信を演じて以降、テレビドラマ、映画、現代劇、バラエティ番組にも多数出演する。行政小学校、行政中学校、行政高等学校、 慶応義塾大学文学部国文学専攻卒業。京都芸術劇場、春秋座芸術監督。京ファクトリー所属。猿之助の名跡はおじにあたる東大猿王から受け継ぐ。幼少の頃からおじに憧れ、吉爪千本桜の通称、四の切れで元黒義狐となって、宙乗りをする先代を見て、僕もああなるの、と話したという。 自身の初演は2010年8月18日、国立劇場。襲名する年まで主催した自主公演、亀次郎の会の舞台だった。これを見た先代が縁の助の名跡を東大に譲る決意をした、ともされ、以後、本公演で繰り返し上演、当たり役とする。生涯千回は演じたいと話す。趣味は骨董品の収集と辞任仏閣巡り。以前は、 浮世絵を収集。役者への浮世絵ばかりを所有。幼少の頃の趣味は、仏像を集め。段ボール二箱分の仏像を披露し、父、段四郎の弟子を驚かせた逸話もある。蔵書家。舞台で、虚構の世界を演じるため、実生活で読む本は、ほとんどがノンフィクション。宗教、哲学、歴史を中心とした蔵書が多いらしい。スーパー歌舞伎。 ヤマトタケルなどの作者でもある哲学者、梅原武史を学生時代から崇拝。2010年1月から6月には、日本経済新聞プロムナードラにエッセイを連載。2006年、三谷幸喜演出による決闘。高田の馬場で外部の演出家による舞台に初出演。続く2007年には、蜷川幸男が手掛けた歌舞伎、蜷川十二屋に出演。 芸能界の交友も広い。高校生の頃から、ラジオ番組日本放送、福山雅春のオールナイト日本を愛聴する、福山雅春のファンである。同じ事務所の先輩にあたる俳優、佐々木倉之介は、社会人としての常識が備わった人物として、尊敬しているという。四代目襲名と同時に、九代目中社を襲名した、俳優、香川照之とはいとこでありながら、 互いに面識がなかったが、2006年の祖母の命日に墓参りをした際、たまたまであったことをきっかけに進行が始まった。大学時代の同級にあたる武者の工事千夜十五、聖火元、千秋屋とは、趣味の古美術、茶道具の収集を通し、その進行が続いている。2014年3月から4月、スーパー歌舞伎2と銘打って新作、空を、国武者を2ヶ月にわたって、 東京と大阪で、それぞれ上演。2015年10月から11月、新橋演舞場で、スーパー歌舞伎2の第2作として、人気コミック、ワンピースを、横内健介脚本で制作。自身は、ルフィ、ハンコック、シャンクスの三役を演じた。最先端の技術と、歌舞伎、スーパー歌舞伎の型をお趣味なく融合させ、加えて、若手歌舞伎俳優の抜擢。 ゆずの北川久人作詞、作曲の主題歌を起用するなど斬新な演出を、試みた舞台に、歌舞伎、ワンピース双方のファンが連日足を運び、にぎわいを見せた。翌年の大阪、福岡公演では大幅に、脚本、演出に手を加え、さらに見どころを増大させた。2017年10月から11月、2年ぶりに、ワンピース誕生の地新橋演舞場で、 外線公演を行う。演出の変更、ダブルキャストの導入、ユズの歌唱による手と手を携え、ワンピースの完成形と本人の語る舞台が10月6日に開幕したが、10月9日、昼の部の公演中に、花道の昇降装置に衣装が巻き込まれ、左腕の複数箇所を骨折する重傷を負う。翌10日から休演。オノエウが代役を務め、公演は、 滞りなくせに秋学まで上演。2018年1月、歌舞伎座で行われた10代目、松本幸四郎の襲名披露公演で左手をかばいながらも舞台復帰を果たす。2020年7月に放映された、高視聴率ドラマ、半沢直樹で見せた聞き迫る顔芸と、歌舞伎の型を取り入れたセリフ回しが話題となり、以後、バラエティ番組に出演するたびに披露。 わびろのセリフは、猿之助の代名詞になる。春秋座芸術監督プログラム講演海外講演四代目、市川猿之助、襲名披露講演新春浅草歌舞伎、亀次郎の会。ありがとうございます。